日本語能力試験ドリル N3 問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 一番学生が大学の事務室の人と就職セミナーについて話しています。学生はセミナーの日に何を持っていかなくてはいけませんかすみません。就職セミナーの案内を見たんですが、まだ大丈夫ですかはい、大丈夫ですよ。申し込み書は持ってますかいえ、持ってません。じゃあ、 これに書いてくださいはいこれでいいでしょうかはいじゃあこれで受け付けましたので大丈夫ですそれとセミナーの日には学生カードが必要ですあーすみません今日はちょっと忘れちゃったみたいで今日はなくてもいいですよでも学生カードがないと会場に入れないので 当日は必ず持ってくるようにしてくださいねわかりましたそれからこれがテキストですこれも忘れずに持ってきてくださいあと書くものもねわかりましたありがとうございました学生はセミナーの日に何を持っていかなくてはいけませんか 2番 2> 男の人と女の人がゴミの捨て方について話しています。男の人は次はいつ油の容器を捨てることができますかねえプラスチックの容器って資源ゴミだよね。うんそう。じゃあ明日捨てられるね。あでもちょっと待ってそれ油が入ってたもので 中汚れてるよねそういうのは資源ごみにならないんだよこの地域では燃やさないごみで捨てることになってるんだえそうなんだじゃあこの次に捨てられるのは1週間後かいや燃やさないごみは1週間おきだからその次だね男の人は 次はいつ、油の容器を捨てることができますか三番男の人と女の人が会社で話しています。女の人はこの後、 何をしますか？会議の資料、もう準備できてる。はい、もうできています。コピーは50枚でしたよねえ。ああ、ごめん。あと5人増えたんだ。ああそうなんですか。これからお茶の用意をと思っていたんですが、それは別の人にやってもらうから、追加の資料のコピーお願いできるかな？わかりました。 女の人は。この後。何をしますか。四番。田中さんが家に帰ると。留守番電話に。女の人からメッセージが入っていました。田中さんは。 CD をどうしますか7月13日火曜日午後6時38分のメッセージです。田中様のお宅でしょうか。こちら南区立図書館です。田中様がお借りになっている本と CD の返却期限が過ぎております。次の方の予約が入っていますので、 今週金曜日までにお返しください。本は、開館時間以外は、返却ポストにご返却ください。CD は、返却ポストには入れず、必ずカウンターにお持ちください。なお、当館は、木曜日が休館日。開館時間は、午前10時から午後7時までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 田中さんは、CD をどうしますか5番男の人と女の人がお店で話しています。女の人は現金でいくら払いますか お客様、合計で千五百円になります。ポイントカードはお持ちですか？あ、はい。ありがとうございます。あ、ポイントが溜まっていますね。このまま貯めておきますか？それともお使いになりますか？いくら分溜まってますか？えーと、八百円分ですね。うーん、五百円分だけ使うことってできますか？ええ できますよでは残りは現金でお支払いということでよろしいですかはいそれでお願いします女の人は現金でいくら払いますか 6番男の人と女の人が大学で話しています女の人は何を買いますか鈴木先生今月いっぱいで定年で大学を辞めるじゃないそれでみんなでプレゼントを贈ろうと思うんだけど何がいいかなそうだな時計はうーんちょっとつまらないかな そそううか。あ、そうだ。先生よく山で撮った花の写真机に飾ってたよねデジタルカメラなんてどうだろうでももう持ってるんじゃないうんでも持って歩くのにもっと小さいのが欲しいって言ってたそうかじゃあそれにしよう女の人は何を買いますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 一番男の人がテレビ番組で話していますこの男の人が海外旅行で一番楽しみにしていることは何ですか 私はこれまで世界中を旅してきました。私は旅行に行っても旅行者がよく行くような店には行きません。できるだけ現地の人が利用する食堂に行くことにしています。そういう店の方が料理は美味しいし安いですからね。そしてそういう店でその国の人と話すのが何より楽しいんです。 言葉は全部通じなくても不思議と相手の言いたいことはわかります現地の人しか知らないような観光地を教えてもらうこともありますよこの男の人が海外旅行で一番楽しみにしていることは何ですか 2番男の人と女の人が会社で話しています女の人が小山さんを怒らせてしまったのはどうしてですか やっぱり小山さんにちゃんと断ってからにすればよかったああ昨日机の上にあった本黙って借りていったことそう朝来たら「ないない!」って小山さんすごく慌ててて朝の会議に使う資料だったみたいだねうん仕事で使うものなのにひどいちゃんと言ってくれれば会議が終わった後、好きなだけ貸してあげたのにって。 謝っててても許しくくれなくてちょっとまずかったね女の人が小山さんを怒らせてしまったのはどうしてですか バンバン男の人がインタビューに答えています男の人が一番つらかったと言っているのは何ですか 今回の映画は撮影期間が長く、しかもほとんど山の中で撮影しました。ずっと家族と離れていたのは寂しかったですね。でも完成した作品を見たらその寂しさは忘れましたよ。それから山の撮影に慣れてなくて、撮影中転んで足を怪我してしまったんです。それで私が動けなくて、 撮影がストップしてしまってたくさんの人に迷惑をかけてしまいました自分の足の痛さよりそれが何より辛くて申し訳なかったですね男の人が一番辛かったと言っているのは何ですか 4番男子学生と女子学生が話しています。男子学生はどうして良くない状況になったと言っていますか 明日の坂本先生の授業、休校だねそうそう。私、明日発表だったんだけど、準備ができてなかったから、伸びてくれてよかったそうか。僕は、逆にちょっと良くない状況え、どうしてあ、発表が伸びて、ずっと緊張してないといけないからでしょう坂本先生、厳しいもんねまあ、それもあるけどさ、いや 歩行を夏休みの直前にやるって言ってたじゃない。僕、夏休みに入る一週間前から、海外旅行に行く計画だったんだ。え夏休み前から授業は前の週で終わるし、飛行機代安いから。でも、歩行がそこに来るとは。歩行出ないと単位取れないよな。旅行の予定、ずらすしかないか。 男子学生はどうして良くない状況になったと言っていますか五番女の人が話し方について講演しています反対する意見を言うとき 一番大事だと言っていることは何ですかあなたは 自分が話している途中で相手からそれは違うと言われたらどんな気持ちになりますかいい気持ちがしますか嫌な気分ですよね。私は人が話している間はそれを最後まで聞くようにしています。途中言いたいことがあっても言いません。相手と反対の意見を言うとき、 一番大切なことは、あなたの意見はわかる。でも、と、まず相手の話をちゃんと聞きましたよ、という言葉を最初に言うことです。そうすると、反対の意見でも相手は聞いてくれやすくなります。反対する意見を言うとき、 一番大事だと言っていることは何ですか六番男の人と女の人が話しています男の人は どうして昨日病院に行かなかったと言っていますか 手の痛みはどう昨日、ちゃんと病院行ったいや、ちょっと仕事がたくさんあって終わらなかったからまたそんなこと言って本当は注射が怖いんでしょうそんなことないよ子供じゃないんだからだいぶ痛みも取れてきたし大丈夫かなと思ってそんな勝手な判断しちゃダメだよお医者さんにはまた来てくださいって言われたんでしょ このままずっと治らなくなっても知らないよ分かったよ明日必ず行くよでもさあの注射結構痛いんだよねそれでどうも行く気がしなくてさなんだやっぱりそれが理由か男の人はどうして昨日病院に行かなかったと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。一番男の人が店に来て話しています。あの、昨日この店でおでんセットを買ったんですが、帰って袋の中を見たら虫が入っていて、それは大変申し訳ありませんでした。 お買いになった商品はお持ちですかはい、これです。ほら、ここに虫がいるでしょああ、申し訳ありません。新しい商品とすぐ交換いたします。失礼ですが、レシートはお持ちですかいやもう、この会社の作ったおでん、食べる気しないし。では、その分のお金を。いや、もういいですよ。でも、これを作った会社に、このこと、 言ってておいてくれままますかしこまりましこりた本当に申し訳ありませんでした男の人は何をしてほしいと言っていますか <1 S 2> 商品の交換をしてほしい。2 2> 商品のお金を返してほしい。3> 3 虫が入っていたことを伝えてほしい。<4. S 1> 新しい商品を送るように伝えてほしい。2>, 2番男の人が竹山さんについて話しています竹山さんはすごく頭のいい人ですよ。 この間取引先に行った時僕の作った企画書に間違いがあって向こうの社長怒っちゃったんですでも竹山さんが冷静にうまく説明して助けてくれました後で僕は竹山さんに叱られましたけどでも冷たいわけじゃなくてとても思いやりがある人ですだから後輩からは慕われてますよ 男の人は、竹山さんをどういう人だと言っていますか ?1。1> 頭がいいけれど、後輩には冷たい人。2>, 2。頭がいいけれど、後輩をすぐ叱る人。3。頭が良くて、後輩に好かれている人。4。 頭が良くて後輩を叱らない人三番男の人が女の人と電話で話しています今話していいうん、大丈夫だよ実は恥ずかしい話なんだけど今月お金がなくて 食べ物も買えない状態なんだえそうなの何も食べなかったら病気になっちゃうじゃないうん週明けにはアルバイト代が入るんだけどそれまで5,000円ぐらいなんとかお願いできないかなと思って分かった後で持っていくよありがとう助かるよ 男の人は女の人に何を頼みましたか ?1、1> 食べ物を分けること 2>, 2、お金を貸すこと3、アルバイトを代わること4、看病すること 問題,4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 会社の受付に来ました。 営業部の村上さんと約束しています。何と言いますか ?1 失礼ですが営業部の村上さんと話をさせていただけませんか 2, ?2 申し訳ありませんが営業部の村上さんに会わせてほしいとお伝えください。3すみませんが営業部の村上さんをお願いいたします。 2>, 2番。風で昨日授業を休みました。友達にノートを借りたいです。何と言いますか ?1。1> 悪いんだけど、昨日の授業のノート貸してもらえないかな 2>, ?2。悪いんだけど、昨日の授業のノート貸してくれるよね 悪いんだけど、昨日の授業のノート、貸してあげてもいい三番アルバイトの面接に遅刻しました。何と言いますか一遅れちゃってごめんなさい。 二。2> 2遅れてしまって申し訳ありません。三。すみません。今何時ですか。四番。友達の家に行きました。友達のお母さんに。 国のお土産を渡します。何と言いますか ?1、あげますから食べてください。2>, 2、つまらないものだと思います。3、どうぞ召し上がってください。 問題,5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください1番。 資料の準備大変そうですね。手伝いましょうか。1。必要ないので構わないでください。2。ありがとうございます。助かります。3。それはとても結構なことですね。 2番、2> 明日も早く出ないといけないから、私、先に寝るね。1、1> ああ、そう、おやすみ。2>, 2、そう、じゃあ、またね。3、そうか、じゃあ、お先に失礼。 3番、レポートの提出、締め切りってまだだよね。1、いや、まだまだだと思ってもすぐだよ。2、2> うん、明日の朝10時までだよ。3、うん、もう昨日締め切ったよ。 4番いつの間にか雪の季節になりましたね。1, 1きっと冬になったらすぐ降り始めるでしょう。2, 2はい寒いのもあともう少しですね。3ええすっかり寒くなりましたよね。 5番、昨日頼んだ宅配便、ちゃんと送ってくれた ?1、うん、確か昨日送ったはずだよ。2、2> うん、今日向こうに着くはずだよ。3、うん、そんなの送るはずがないよ。 6番このページ50枚コピーしてもらえますか ?1, 1はい、ご遠慮なくどうぞ 2, 2はい、でも50枚は差し上げられません3はい、承知しました 7番、いつもなんで通ってるの会社まで。1、1> 前は電車だったけど、最近は自転車だよ。2>, 2、それは家族を幸せにしたいからだよ。3、自転車がいいと思ったからだよ。 8番。すみません。いわけさんお願いできますか 1>, ?1。すみません。もう一度おかけ直しください。2。2> すみません。折り返しお願いします。3。すみません。ちょっとお電話が遠いようなのですが。 9番、ああコンサートのチケット全部売れちゃったんだって1それは残念だったね 2, 2でも残念なこともあるよ3それにしても残念だということだよ